そう、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわぁ、クソタリ、ヨルトシナミは超えられんか、白ひげ。やれ、やめろ。あの子、やろうども、麦わらのルビーを全力で援護しろ。脇に行くか、ルフィ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくば、わしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよ、じいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガープ。待て。戦国、ルフィ。私から逃げられると思うな。ルフィ、お前ってやつは。麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。落ちるな。撃て、兵隊ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。俺の目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいよう。あれ今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後って
ちょっと待てよ親父、縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ、行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おかしい。エース、行こう。おっさんの覚悟が。分かってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ。エースを解放して即退散とは、だこし抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。おう、みちょれ。おい、待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。レイゴー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。
ちゃんと助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえルフィ。俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団？てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。バカの命を取って俺がけじめをつける。ぜははは、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハッ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 。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わらをこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。
お前じゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ最高のショー。出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の身の力。そしてあの構え。おやじの能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。急げ、麦わらよ。こっち置いてきなよ、麦わらのルフィをさ。そこまでだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。言ったんだ、言いたいことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当かおい。
待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ、いや黒ひげ、ぜえやめとこう、まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留める。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな、ないものはない、確認せえ、お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ明ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを？ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうかルフィ、分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後、立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島へ。